皆さんこんにちは。今回は初期インテグラル武器が以前にも増してますますやる意味がなくなるっていう話をします。初期インテグラル武器っていうのは生産画面行くとこれ出てくるそこの装備可能レベル101のやつ、片手直剣で言えばこのグシオンっていうやつなんですけど、これ13層14層20層のフロアボスを周回して作るやつなんですよ。でこれがあのなんとかインテグラルシリーズってやつで、その一番最初に出たやつなので初期インテグラルって、まあ初期とか名前本当はつかないんですけど、他のと区別して初期インテとか言われるやつなんですよ。でこれが SOIF のやり込み要素の一つで、この武装石っていうアイテムがマジでめちゃくちゃ出なくて、この稀に入手できる素材って書いてあるので出なかったんですよ昔は。でも今はちょっと前のアップデートでドロップ率が緩和されて、まあ前より出やすくなったんですよ。迷宮区ではあの掲示板でも武装石出る可能性があるんですけど、迷宮区だとすごい出やすくなったんですよ。ドロップ率が上がってそのアップデートで修正されて、で迷宮区の奥地が一番出やすいんですよ。序道より奥地のが出やすいので。なんですけどこの一番最初期のインテグラルシリーズってもう階層武器がこれ性能追いついちゃってきてるんですよ。これを生産して、で最初あのレベル60まで強化できるんですよ。この武具強化っていうとこをして、なんかこういうさグレアなんとかね、グレア石とかさ、これでさ強化できると思うんですけど、最初レベル60まで強化できて、さらにまた進化するのに武装石っていうのが必要になるんですよ。で最初はレベル60まで強化できて、で1回進化するとレベル80まで強化できて、でさらに進化すればレベル100まで強化できるようになってるんですよ。でまあ階層武器があの性能追いついたって話したと思うんですけど、これ50層の武器をレベル60まで上げるとこれのレベル60と同じ性能になってしまうんですよ。ただこれはあのランダムボーナスっていうその生産の時に出るあのアタックいくつとかディフェンスいくつとかっていう数字が出るんですけど、それがまあフルボーナス全部最大値でつくということで、まあそれがすごくいいって話で、まあその基本性能はそのレベル60だと同じだけど進化すると、まあ、こっちの方がちょっと上になるっていう話なんですが、まあ以前もほぼ作る意味ないよねみたいな動画を出したんで、まあそれとちょっと似たようなこと喋ることになると思うんですけど、まあこういうなんとかインテグラルシリーズっていうのは武具錬成がすっごい大変で、まあそんだったら階層武器熱鋼っていうやつで武具錬成できるんですけど、それの方がまだねこれ熱鋼だけで済むんですよ。インテグラル系の武器は熱鋼だけじゃなくて灼熱鋼、強熱鋼っていうすごい手に入りにくい熱鋼まで使うことになるので、まあこれもねべらぼうにかかるし、でなんで以前にも増してますます作る意味がなくなるかっていうと、インテグラルシリーズだけじゃなくてこのノクスインテグラルシリーズの生産素材のドロップ率緩和の予告が来たんですよ。メンテナンスでこのお知らせで来たんですけど、2022年の5月25日から迷宮区のインテだけじゃなくてノクスインテまで緩和されると。でまあノックスの武装石だけじゃなくてこのボスの基本ドロップ、例えば25層のアスラだったらこれ鉄球とか、27層ダロスだったら鉄砂とか、それも全部ねあの出やすくなるということで、まあノックスからだったらまだ作った方がいいかなって感じがするので、まあいきなり飛ばしてルクス作る人もいるんですけど、まあノックス緩和だったらすぐ作れていいんじゃないかと思います。で初期インテが作る意味ないっていうことをもう一つ理由があるんですよ。メニューシステムヘルプって進んでこのプレイガイドっていうところを知って、でこのモッドスキルレコードっていうのを押すとモッドスキルの実装時のお知らせが出てくるんですけど、ここに3スロット目の解放っていう記述があるんですけど、これ25層以降の迷宮区にいるレアモンスターから一定確率でドロップするって書いてあるんですよ。まあこれ上2枠目の解放もあるんですけど、こっちはまあ全然
どの迷宮区でも出るし集まりやすいんですけど、これがもうレアドロップでこのゲームのやり込み要素の一つになってるの で25層以降からじゃないとこれ出る可能性がないんですよ。でこのモッド解放のかけら集めるのってめちゃくちゃ大変で、本当に1ヶ月以上かかったっていう人もいるので、まあこれやっぱ25層以上で出る可能性があるっていうことは、やっぱ25層から27層35層で周回して作るノックスインテグラル武器の方がやっぱいいと思うんですよね、これが出るかもしんないし。まあ、結局まあ一人で回るの大変だと思うんですよ、初期インテでも始めたばっかの人は。まあ大変なのかな、でも直剣もと思ってたら、まあ、ノックスいきなりいけると思うし、どっちにしてもまあパーティーでやるのであればノックスがいいよっていう話です。まあ、初期インテが作る意味ないっていう話なんですけど、まあ、作る意味ないっていうか、あの見た目がかっこいいから作るっていう人もいるので、あの強さだけ見た時の話ね。かっこいいから作るっていう人は別です。全然あの作りたいなら全然作ってもらって構わないんですけど、なんか野良パーティーとかでその分かんないまま作ってる人とか結構いるんですよ。まあ、そういう人がその作り終わってから、そう作る意味ないっていうのを知って、何のためにすげえ頑張ってきたんだろうみたいなこと言ってる人多いので。あと初期インテだけじゃなくて冥国90もほぼ作る意味ないですね。これも50層防具とほぼ同じような性能なので、まあカオス凍滅戦ってやつで作るやつです。メニュー、イベント一覧、カオス凍滅戦っていうのがあるので OK をしていくとこれできるので、まあ、今回はだいたい言いたいことはこれくらいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。